国文学研究資料館の運野と申します。最後にあの締めの言葉ということでございますので失、失礼させていただきます。本日はご発表いただきました先生方、どうもありがとうございました。最先端の研究成果について、私どもも多く学ばせていただきました。お伺いしたいことも多くありますが、私は本日は閉会の挨拶というのを担当でございますので、後ほど伺わせていただきたいと存じます。 本日のシンポジウム草造し研究の近未来は分離融合研究の成果と題しましたシンポジウムシリーズの第2回目にあたります。近年の文化資源に関するデータ公開の技術開発とその実装化の進展は目覚ましいものがございます。私ども国文学研究資料館もこの10年をかけて国内外の所蔵機関のご助力を得て30万点に及ぶ5点積のデジタル画像を蓄積し 当館のウェブサイトから配信する新日本古典籍総合データベース、またそれを改修しました国書データベースから公開してまいりました。本日ご参加いただいております皆様の中には、こうしたデータをご活用いただいている方も多いことと存じます。どうもありがとうございます。この大規模デジタル化計画の遂行過程におきましては、古典籍画像のデジタル配信を通した利便性の向上による 研究環境の劇的な変化、そうしたものが訪れた後のその先についても、えー、併せて考えてまいりました。そうした、えー、検討課題の一つ中の一つに、現状のデジタル化では対応が難しい作品の量子の状態や墨ののり、また線量、顔料の発色といった書物のに関わる研究者のならば、個人の中に個人的な経験として蓄積されていく 書籍のののの質感に関わる情報のデータ化ととその蓄積いいうものがございました私どもが研究の過程で得た体験としての経験蓄積をどのような形で客観的なデータとして提示することが可能なのか、またそれを蓄積して研究データとして広く共有し、次世代に継承することが可能なのか、といったことの検討を進めていく中で、 物質そのものを研究対象とする理系の先生方と研究者の皆様方との共同による研究が必然的に選択されてまいりました。こうした成果は本日の研究報告でもそれぞれに、ね、触れられておられました。その成果は、物資料を考える際のスケールとして蓄積され、また共有されるべきだろうと考えております。そのための準備、対応も国分が研究資料館におきましては順次開発してまいりたく思っております。 国分県では、こうした分離にわたる多くの研究者の参加による分野の融合を通した未来の人文学研究の開拓を目指したデータ駆動による課題解決型人文学の創生というプロジェクトを来年度、2024年度から10カ年の計画で進めたく準備してまいりました。現在、予算化の成否を待っているところでございます。 ぜひご期待いただくとともに、今後さまざまな先生方と共同を進めることができることを私どもも期待しております。また、分離融合研究の成果と題しました本シンポジウムにつきましても、えー、次回、第3回目の開催を次世、えー、女子大学様、また国分学研究資料館とともに考えております。えー、こちらも、えー、どうかご期待いただきたいと存じます、えー。本日はご参加いただき、どうもありがとうございました。 これにて本日の企画を終了させていただきます。どうもありがとうございました。